クイック
いかにもお前らのことは知っているぞ。あのエリニースが負けるとはただものではなさそうだ。パメラやディラックを返しなさい。王国の人たちを元に戻して。ずいぶん威勢のいいお嬢ちゃんだ。パメラというのはこの娘かね。悪いな、すでに正気を抜かせてもらったよ。なんてこと。吸い取った人々の正気はこの祭壇の下に封じてある。おとなしく帝国に降伏してしまえばいいものを、共和国と共に立てつきおって。ま、それも時間の問題だ。やがて来るマナの要塞の復活によって世界は統一される。正気を抜かれ気力を失えば誰も我々に歯向かうことはできない。こいつのようにな。ディラック、あのエリニースが手を焼いただけあって私でさえなかなか苦労したよ。この男、ひょっとすると…こいつに興味が湧いてきたよ。お前らもなかなか面白そうだ。早速正気を抜いてやるとしようか。その部屋で精気を吸い取ってやる。ジタバタせずにおとなしくしている。
くぞ。アナトスだな。お前、あのパメラやって。わ、つい、ま、せ、テラ。あのこのお前ら。
おほう、なるほど、聖剣の勇者だったのか。これは面白い。しかし、この程度で聖剣の勇者とは聖剣の神話もたかが知れたな。まあ、今回は私の負けということにしてやる。だが、こいつらはもらっていくぞ。また会おう。おや、ブリムちゃん。なんだか。シェバ。ランディか。隙を突かれてしまった。タナトスは帝国皇帝直属の四天王の一人。奴が直に来るとは。しかし、なぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方と違うようだ。帝国の狙いはマナ神殿の種子の封印を解くことにあるはずだ。タナトだが、奴がいたということは本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だ。何か胸騒ぎです。ルカ様のもとへ戻りなさい。私は地底神殿を見てこよう。ちゃんがあんなになっちゃうなんて、魔力は恐ろしいものなんだね。なあ兄ちゃん。ん？何ポポイ。エリニースは元がそんなに怖くなかったの？うん、どこにでもいそうなおばあちゃんだった。凶暴なのが魔力を持ったら
や、もっと怖い魔女になるんじゃないか。だよな。ってことは、姉ちゃんが強い魔力を持ったら大変だ。プリムが魔女になったら手をつけられなくなっちゃうぞ。ちょっとあんたら、それどういう意味？